こんにちは。こんにちは。ネッパンです。はい、今回の動画ですよね。はい、私たちが結婚して変わったところ、うん、お互いに何があるかなと。それを言い合うわけ。そう。喧嘩にならない。わかんないね。ちょっとやってみようかな。それについて今日お話ししたいと思います。まあ大体の夫婦が多分付き合ってた時と結婚してからは何かして変わったことあると思うんだよ。あると思うよ。日韓カップルだろうがそれは変わりないと思うんだけど、やっぱ環境がだいぶ変わったじゃない、私たちはね。そうそう。だからその環境の違いも影響してるのかなっていうのがあるから、お互いにどう変わったのか話したいですけど、なんかありますか？僕変わったこと。ありますよね。それは何？悪いこと。いや、悪いこともあるね。悪いこともある。悪いことって言ったらいいかな、わかんないんですけど、ちょっとうるさくなった。何？何うるさく？静かに。なんかごちゃごちゃね、私に言うのが、ちょっと親みたいな感じでいろんなことを教えたり、そうしたらダメだよ、あなた。そういうことは面倒じゃないんですよって感じでね、いろんなことを教えてくれる感じ。うん。あ、でもさ、あれがね、悪いことじゃなくて、もう確かにその時は、最初は聞いた時は、え？ってなるんですよ。なんでうるさいなと思う。うるさいなと思うんですけど、確かにちょっと考えたらちょっと正しいの話じゃないのって思ってる。間違ってないってことですか。そうそう。代表的なものが風のせいで喧嘩ね、クンになっちゃったんですよ。ああ、だからドア窓とか開けてたらさ、この空気がドーンってなる、あれね、そんな大きいクンってしたら隣の人にもう迷惑されるんだよ、やめなさいよって感じ。は細かい話だな。私のせいじゃないよ、風がそんなこと知ったよ、私が知ったことないよって私は言ったけど、だからあなたがちょっと気づいてもっとゆっくりゆっくりね閉じたらいいんじゃん、マジで。は終わってんでしょ。でも合ってるね。でしょ、うん、ドーンってなったら隣の人もうるさいじゃん、うん、今まで人生の中でそういうものを教えてくれた人が誰もいなかったよ。だからそこまで気づいて私は喧嘩それ閉まるのって感じでねなったんですけど、まあ、確かにそれは間違いない話だから。そうでしょ、うん、いろんなことあるねそういうの、うん、あと道歩いてる時とかね、ああ、それ広がって歩いちゃダメだよとかね、自転車とかが来るから広がって歩いちゃダメだよとかね。そうそう。あ、これが一番良かったのが、この時はやっぱんはあ、いい人だと感じたよ。たこ焼き食べたら、あの爪楊枝とかそういうことを私がそのままポイってゴミの捨てたんですけど、やっぱんがあの仕事してる人が危ないよって、あ、ゴミ回収してくれる人がね、うん、刺さるじゃん。だからそれ感動した。いや、みんなやってると思うよ。そうなの？危ないからね。だから確かにと思ってて、今まで私にそんなこと教えてくれた人いないから。韓国はないからじゃないの？その串が。ああ、そう、家で食べる人がいないかも。でしょ、うん、日本は結構さ、焼き鳥とかさ、うん、ああいうなんかデカめの串とか、爪楊枝とか使う家多いから、うん、危ないじゃん、あれ、すぐブスって刺さるから、うん、危ないから別に入れて捨てた。だから感動したね。あ、こんないい人だったら私の未来が明るいなと思ってて。あ、そう、うん、だったら日本人の人ほとんどだと思うよ。そうなんだ。みんな優しいですよね。みんな気使わなきゃね、うん、私はなんかある。そうね、だからいいことと悪いことだよ、うん、悪いことない？アメリカンジョークみたいだけど、悪いことから聞きたい、うんうん、悪いことはもう単純にバカになったね。どういうこと？なんかバカになったっていうか。いや違うよ、だから子供に戻っちゃったみたいっていうか。あ、うん、いつもさ、うん、歌いながらなんか家の中で飛び跳ねてるじゃん。その時も言うんだよ、大きい声出したらダメだよ家で。それはそこまでうるさくないけど、単純に私がめんどくさいからうるさいって言ってるだけ。たまにならいいよ別にね、うん、こっちもさ、こっちもほとんど私も一緒にさ、あの歌ったりしてあげるじゃない、うん、そうそうそう。でもね、もう続くとめんどくさくなってくるから、うん、そう、あれはね、バカになったっていうより家にいるからバカになったっていうか、うん、韓国の時は、うん、ま、だ私が韓国一緒に住んでた時は、うん、もっとしっかりしてたの、うん、あ、しっかりした大人の女だった、そう、だからかっこいいと思って、そう、そういう思ってて、でも、うん、日本に来てそう、なんか変わっちゃったわけでしょ、うん、
それもともとどうだったの？もともと韓国にいた時から、うん、本当のヒョンちゃんはそういう人なの、うん、いや今が本当の私かもしれない。今が本当、うん、子供っぽいというか、うん、楽しいヒョンちゃんが本当のヒョンちゃん、うんうん、ちょっと韓国の時は、うん、ちょっと何気使ってた、何かに我慢したんでしょ。我慢してた、うん、なんか大人になったから、うん、そういうバカなものを見せたらダメじゃないなと思ってて、うん、うん、そんなもんかな。なるほどね、うん、だからまあ今はその我慢することもなく、うん、まあ、楽しくやれてるから本当、うん、のが出てると。でまああとはいいとこで言うと、うん、まあ、料理がうまくなったね。料理か、うん、料理全然しなかったね。そうそうそう、まあ、うまくなったっていうか、もともと一切したことがなかったじゃん。そう、なかった。そうだから、うん、最初の時は うまいも何もしたことないから、うん、作らなかったけど、今そ そうだね、そうだんだん今さ、ちょっとずつ、うん、まあ、お弁当作ったり、うん、料理もし始めたりして、うん、本当にね、美味しくなった。本当？うん、どんどんやるようになってきて、うんうん、多分分かったんだよね。ああ、それもあるね、うん、なんかこうやったらこういう味になるんだなとか、うん、これぐらいやればこうなるんだなっていうのは、うん、多分自分で分かってきて、うん、多分日本人結構オリジナルの料理とか作るじゃん、うん、だからそれが料理を知ったら結局増えるんですよね、うん、そうだね、うん、経験していくと、うん、お塩もこれぐらい入れるたら美味しいのかなとかさ、砂糖をこれぐらい足せばこうなるかなとかが分かってきたから、うんうん、適当に作ったよってよく言うね、うん、それが美味しいから。よかったね。よかった。ありがとうございます。またじゃあ何かありますか？いいことありますか？変わったこと。あるね。あ、やっぱは政権感がもっと強くなった。それあるかもね。やっぱり、うん、そのヒョンちゃんを守っていかなきゃいけない、うん、ああ、それは私も感じれる。私しかいないから、うん、それあると。だからやっぱは何も言わないんですけど、うん、本当にいろんなことをやっぱが全部やらせているから、心することを分かるんですよ。だからいつも感謝してるんですけど、まあ、でもちょっと大変だと思うわ。まあなんていうかな、手続きのとかなんかヒョンちゃんのためいろいろやるのが大変ってことないんだけど、うん、なんていうのかな、うまくいくかどうかっていうのが心配。あ、心配だな、うん、今回のビザとかもそうだし、うん、まあ、なんかいろいろあるじゃない、うん、許可的なことがもらえるかなっていうのが心配で、その時はちょっと心配はあるけど、もっとないの？褒めること。いや、それしかないね。それしかないってね。あの、これは変わった点より、 あの、知らなかった点。おお、初めて知った。お、知らなかった。やっぱのがどこにいるか、うん、何とか分かる。何を誓ったり何をしてたり。どういうこと？だからやっぱは整理しないんだよ。例えばなんか服も脱いっぱなし、ハサミも置けっぱなし、靴下もなんか急にトイレの前にあったり。まあ、確かにね、ちょっと一人暮らしが長かったから、うんうん、まあ、そうしてても誰も文句は言わないじゃない、うん、だからそれちょっとね、うん、確かにそういうところあるかもしれない。でも私もあんまそういうことに言わないね。そうね、あ、なんか片付けたり、うん、綺麗にするの好きじゃない。うん、でも言うね、たまに、うん、お、なんでここに靴下があるかなとか。で、私は？ヒョンちゃんで変わったことは、うん、なんかお金にうるさくなった。うるさくなったっていうか、あ、確かに、まあ、細かくなったっていうか。あ、それ変わった、うん、なんか韓国で一緒に住んでた時は、うん、結構ね、私よりヒョンちゃんの方がお金結構使う方だった、ね、うん、そうだね、うん、なんか服とか物とか買うのも結構モングリー買っちゃおうって買ったり、うんうん、まあ、食べ物、お肉とかちょっと高めのお肉とかね、うん、これでいいじゃんとか買っちゃったりしてたけど、うんうん、その日本に来て家計もつけてるじゃん。あ、そうだね、もう1年ぐらいなの、うんうん、だからそういうのも、うん、韓国ではちょっと想像もできなかったし、うん、そうだね、もう家計もやるよって言うけど、まあ、どうせ続かないなと思ったけど、うん、もう1年以上ずっとやってるしさ、うん、節約もしてるじゃない、うん、あれ変わったのが、うん、日本の物価が韓国と比べたら高いんですよ。ほんの高い、うん、食べるもんとかは多分そんな変わんないと思うんだけど。ああ、まあそうだね、だから他のね、支払いとか、ね、そうそう、電気代だとか、うん、ガス代、テレビ、うん、携帯とかも他の必要なお金とか結構かかるから、ヒョンちゃんはそこ、うん、そうね、全部任せてるから、そういうのをまあ自分で考えて細かくなったなと思う、うん、細かくなったっていうか、まあそれは別にすごいいいことなんだけど。あ、 そうか、そうそう、うん、ちょっと驚いてる俺は。あ、そうなんだ。あんなヒョンちゃんこんな細かい計算するようになったんだ。うん、今だとさ、うん、おひょんちゃんなんか好きなもん別に買ってきていいよって言うじゃん。さ
でももう別に幼稚園も、うん、そうあの気に入ったもんなかったからもう買わないって帰ってきたよって言って変わったな。そうそう、うん、買わないことの方が多いじゃない、うん、だからもう随分変わったなと思う、うん、あれはね韓国にいた時は私が仕事ちゃんとしてたんですけど、うん、今はそういうこともしないからそれでもっと節約するようになったかもね。あ、うん、なんか自分でお金を稼いでない分、うんうん、まあ YouTuber やってるからそれはあるんだけど YouTuber 安定的じゃないからうん、だからまあ自分でお金を稼いでるっていうのがない分ちょっと細かく考えるようになったってこと、うんうん、でもそれはすごいいい素晴らしい。おお、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、うん、今回は結婚してから2人が変わったところ、うんうん、でもやっぱさっき最初に言ったように、うん、でも環境が変わったことで変わってきたことの方が多いかなと思うね。そうだね、うん、2人の関係が変わり始めて変わってきたというよりかは、うん、その生活が変わってしまったから変わってきたという、うんうん、まあ、これからもきっと まだ私たちも結婚して3年経ってないぐらいですか。 だからまあこれからもねどんどん月日重ねていったらお互い変わっていくこともあるだろうし、うん、なんだよって思うこともきっとあるんだろうけど、うん、まあその時はお互い話し合いながら解決していけたらいいなと思います、うん、それではまた次の動画でお会いします。またねー、またねー。